ルちゃん、お手紙が届いてるよ。あ、すみません。誰からだろう。どれどれ。貴殿の力を試したく、東の砦にて待つマスクド G。これってもしかして挑戦状？あのマスクド爺さんが私の強さを認めたってことだよね。あの人に勝てばアールズ最強どころかアーランド最強は私ってことに。なんだか面白くなってきちゃった。マスクド爺さんに指定された場所はここだけど、あれは！臆せず来たか、アールズの姫君よ。その度胸だけは褒めてやろう。だが、少々やんちゃが過ぎたようだな。要件をはっきりさせてほしいんですけど。師匠、私にもう少しで追い抜かされちゃいそうだから心配してるんですよね。なに、狭い井戸の中で天狗になっている姫君に少しお気を据えてやろうと思ってな。そんな必要ありませんよ。だって私本当に強いですから。リザードの親玉だって倒しましたし。愚かなことを。多少力を手にしたからといって本来の目的を見失ってしまうような小娘に説教しようというだけだ。あなたに小娘呼ばわりされる筋合いはありません。じゃあ私の強さ試してみますか。言われなくともそのつもりだ。さて、人間相手に本気を出すのはいつ以来だろうな。私がしかも本気を出してこんな女子供に。やったー、マスクド爺さんに勝っちゃった。アーランド最強はこの私。待て、今のは少し油断してしまっただけだ。もう一度だ。ダメです。悔しいからって言い訳するなんて、全王者の誇りはどこに行ったんですか？全王者？挑戦はいずれまた受けます。あなたが挑戦者にふさわしいと思った時に。それまでは王者はこの私。最強って気持ちいい。私はアーランド最強のお姫様、テラフロムより強いのよ。なんで、増長している姫をいさめるつもりがかえって不要な自信をつけさせてしまうとは。不覚。失礼する。誰もいないのか。と、おられたか。どうかしましたか、メルル姫。そんなにため息をついて、何か悩み事でも。あ、ステルクさん、いつからそこに。つい今しがたですが、返事がないので勝手に入らせてもらいました。ところで、何かお困りのようでしたら、私にできることがあれば相談に乗らせていただきますが。ステルクさん、力って強さって何なんでしょうか。なるほど。今日私がここに来た理由も
まさにそのお話についてです。ジオ、マスクドジーに勝ったのはいいが、自分の強さの定義がわからなくなったという状況ではないでしょうか。自分でもよくわからないんですけど、なんだかこう今までと違って勝っても気持ちよくも楽しくもないんです。ならばもう一度会ってみることです。あの方もそれを望んでいるはず。でももう私あの人に勝っちゃってますし、勝負の世界って負けたら終わりじゃないですか。メルル姫に失礼を承知で言いますが、一度ぐらい勝ったからといってその考えは少々おこがましいのではないかと。相手も負けたとなればさらに上を目指すでしょう。今この時点であなたの強さを超えられているかもしれません。次はもう勝てないかもってこと？そう、強さに終わりはありません。ですが勝つことで一つ進むこともあります。故に挑み続けるのです。まだ完全には納得できてないですけど、ここでいい気になって満足してちゃダメってことですよね。心に留めておきます。理解いただけたようで幸いです。本音を言えばあなたと一戦交えることも想定はしていたのですが。私を任すためですか？杞憂だったようですね。くれぐれも今のお気持ちを大切になさってください。では失礼します。ありがとうございました、ステルクさん。よし、マスクドじいさんに会ってみよう。この先のこと何かわかるかもしれないし。しかしあの方に勝つとはまだ信じられない。いくら情が入っていたからとはいえ、簡単に勝てる相手ではなかろう。だがこれでまた鍛え直しだとかなんとか言い出さねばいけないな。一つ釘を刺しておくか。多分ここに来れば会えるような気がするんだけど、ないかな。もしかして私をお探しかな？マスクドじいさん、よかった。少しいいですか？お話をしたいことがあるんですが。おお、それはちょうどいい。私も君と話をしたいと思っていたところだ。あ、その前に、あの時はごめんなさい。泣ける気がしない。そんな感じかな。しかし君はそんな己の弱さにさえ気づくことができた。え、ここに来る前一度勝ったぐらいでおごるなとステルクさんに言われました。だから。いや、私が話したかったことは済んでしまったかな。あとは君の話を聞くとしようか。強さって何でしょうか？あなたに勝ってからそれが分からなくなって。哲学的だな。しかしその答えを一言で語るのは難しい。いや、私もまだその答えにはたどり着けていないと言った方が正しいかもしれない。その答えを探して私は今も旅をしているのかもしれん。
強さの意味を探す旅、私には真似できないな。でも真似したらどうなるんだろう。何？そうだ、私も諸国をさすらう旅に出てみよう。って、あれ、どこかで聞いたような。やめたまえ。王族のミソラで世界を放浪などするとろくなことにはならんぞ。え、なんでそんなにムキになって否定するんですか。いや、なに。では、君に一つ問おう。君は何のために戦っているのだ。戦う理由、私が戦ってきた理由は大好きなアールズを守るため。そう、力は自分のために使ってはならぬ。大きい力は他人のために使ってこそ意味のあるものとなる。わかるな。はい。ではまたどこかで会おう。さらばだ。やっぱりマスクドじいさんはすごい人だわ。私なんてとてもかなわない。私やっぱりあなたみたいな強さを目指します。